葉巻きタバコ。葉巻煙草はまタバコはタバコの形態の一種。単に、葉巻と呼称されることが一般的である。同時に近年はシガーと呼ばれることが多くなっている。葉巻きタバコはタバコの葉を筒状に巻いたものである。タバコの加工技術としては最古の部類に入り、古代中米で行われていた喫煙方法の一つであったとされる。ただし、 当時は儀式などを行う際に大量のタバコバを用い、この煙をまとうといった宗教的な意味合いが強く、現在のような嗜好品としての趣向きはあまりなかったと言われる。これは新大陸発見で流入してきた幾人かのヨーロッパ人たちによって目撃され記録されている。こうした中にタバコバを巻いた棒状のものがあり、これがヨーロッパに持ち込まれると、 貴族階級商人たちの間に広く足並まれるようになっていった。その後、だんだんと味や香りの良し悪しを競うように構造、口術やタバコ用の生産法などが確立されていくこととなった。通常、プレミアムシガーと呼ばれる葉巻は刻みタバコのように細断された葉は使用されず、裁断されていない数枚のタバコ葉を海苔のみを用い職人トルセドールの手によって 特別な巻き方にって巻かれたものである。紙巻きタバコ、シガレットのように紙で包まず、フィルターも用いない。こうした製造工程で全てに人の手が使われていることから効果となっている。また一部のパイプタバコのように香料をつける着工も基本的になく、プレミアムシガーは糊を除き、タバコ場を100%使用する。ただし、ドライシガーと呼ばれるものはこの限りではない。 このため多くのハマキ愛好家はプレミアムシュガーを好み、その歴史や製造工程などからプレミアムシュガーを持ってハマキとする愛好家もありある。ハマキのおおよその燃焼時間は一般的なコロナサイズのプレミアムシュガーでおおよそ40分から1時間程度。大きなチャーチルサイズやダブルコロナサイズともなると1時間半2時間となる。ただし、 吸い方の頻度や環境でも大きく左右されるため、一概ではなく、ゆっくり葉巻を楽しむとなると、同サイズであってもさらに30分から1時間ほど長くなることもある。葉巻に使用されるタバコ葉は熱帯地域を中心に生産されており、有名なのはキューバ、ハバナ用、ドミニカ共和国、フィリピン、マニラ用など、他にもアメリカ合衆国、コネチカット用、 フロリダ用、ホンジュラス、ニカラグア、ペルー、エクアドル、インドネシア、ジャワ用、スマトラ用などの葉がある。葉巻は、保管に湿度と温度の管理を必要とする、プレミアムシュガーと、基本的にその必要がない。可能であれば、湿度管理を行った方がよりよく品質が保たれる、ドライシュガーに対別され、同一ブランドであればプレミアムはドライより高価。また、 プレミアムシガーの中でも、機械巻きのマシンメイドシガーに対して、職人が一本一本手巻きする、ハンドメイドシガーがより高級とされ。プレミアムシガーと一部のドライシガーの葉巻きは、吸い口部分がキャップと呼ばれるタバコ用で閉じられており、吸う前に穴を開ける必要がある。吸い口を作るために、葉巻きの端を切る、専用のハサミや、シガーカッター、が、喫煙具として市販されている。 あらかじめ吸い口が開けられた葉巻の中でも、紙巻きタバコと同様のサイズのものを、ミニシュガーやシュガロ、シグリロと呼ぶ。ただしシュガリ色の小範囲は、非常に広く、ドライシュガー全般や葉巻き葉を混ぜ込んだ、紙巻きタバコまでを含めて呼ばれることもある。葉巻きは、内側に詰められるフィラー、フィラー展示用と呼ばれる葉と、フィラーをまとめるバインダー、バインダー中巻き場、 省かれているものもあると呼ばれる葉、そして、外側を巻くラッパー、ラッパー状、巻き葉と呼ばれる葉で構成される。いずれもタバコの葉だが、産地、栽培方法、熟成方法がそれぞれ異なる。ただし、キューバ産の葉巻きは100%、葉内容から作られる。紙巻きタバコと同じように細かく刻んだ葉をフィラーに、使うものを、ショートフィラータイプ、刻まない一枚、 もしくはそれ以上の葉をフィラーにしたものをロングフィラータイプと呼ぶ。特殊な例としてはミドルフィラーと呼ばれるラッパーの検品で引かれた製品を再度巻き直した葉巻きも存在する。一般にドライシガーは大半がショートフィラーマシンメイドである。葉巻きブランドごとに特色のあるシガーラベルとシガーバンドがある。シガーラベルとは葉巻を封入した箱の裏蓋を封じた。 約15-22センチの紙である。当初は簡単な図柄だったが、模造品対策から、旧橋川の箱では20色もの、多色ずり石板印刷や白押し加工を行われていた。1920年代以降は、写真製版印刷のラベルが用いられている。写真製版導入前のものは、美術的な評価が高く、現在では、石板印刷の再現が難しいことから、 骨董品としても珍重されている。シガーリングは、葉巻一つ一つに巻かれている帯で、葉巻のブランドのわかる図版が組み込まれている。リングの本来の目的は、白い手袋を安手がヤニで黄ばむことを避けるためだったが、後にその葉巻のブランドの異常を明確に主張するためのものにと意義が変化して、今日に至ったと言われている。なお、 喫煙の際にはリングが添付しているものは無理に外すと、ラッパーを痛める恐れがあるため、燃焼が進んで、糊が溶けてから剥がすことが推奨される。本来、葉巻は試行品である以上、おののが好きなスタイルで楽しめばよく、そもそもルールや決まりごとは存在しないが、一般的な吸い方やノウハウは、以下の通りである。点火に際しては、まず吸い込んだりせずに、大きな炎で、 先端部分を炙りながら炭化させ、さらに後端が上になる形で45度程度に傾けながら均等に炭化させる。こうすることで、葉巻の内部までが湿り気を帯びた熱気で温められる。次に回転させながら、頭皮で点火するが、この際も紙巻きタバコのように吸い込みながら点火しない。先端部が均等に着火したことを確認の上で、ゆっくり吸い始める。なおこういった。 手間のかかる添加方法は、葉巻が繊細であり、また手間をかけることで風味が一層増すことに由来する。なお特に太い葉巻では、紙巻煙草のようにいきなり吸いながら添加すると、均等に着火せず歪に燃える、片燃えの原因の一つになる。着火の際は、味が変わるのを防ぐために、マッチやオイル燃料ではなく、ガス燃料のライターを使うのが一般的 このような作法や、灰はラジエーターの役割をするため、火がついている間は、可能な限り落とさない、一定の店舗で喫煙する、いわゆるクールスモーキングのような慣習は、日本独特なのであり、日本以外では、そのような習慣はない。最近では、インターネットなどで海外のシュガー文化が、紹介されており、日本国内でも見直されつつある。 ヘッドに吸い口を開ける方法にもいくつかある。使用する道具によって区別されるが、そのいくつかはよく切れるナイフ、汎用の刃物でも代用可能である。なおフラットカットや V カットではラッパーごと内部に巻かれた刃も切り取るが、パンチカットだけはあまり深く切り込みを入れず、ラッパーのみを取り除く。刃巻き愛好家は主にその香りや複雑な味を楽しむ。 ために喫煙をする人が多く、葉巻の銘柄によっても様々な味の違いが存在する。同じブランドの同じ葉巻においても原材料であるタバコ用の出来、葉の下準備や熟成の工程、葉巻を巻く工場の環境、職人の技量、輸送時の状態、店頭での保管状況や喫煙時の精神状態、喫煙方法の差や葉巻の個体差により全く同一の味になることはなく、 味が毎回異なることも愛好家が好む要素の一つとなっている。また、酒と合わせて楽しむ場合もあり、スコッチやバーボンなどのウイスキー、コニャック、アルマニャック、カルバドスなどのブランデー、ラムなどとの組み合わせは比較的好まれる。他には、コーヒーやチョコレートとも相性が良いことで知られている。ハマキは独特の方向を支援と共に発することから、 紙巻きの喫煙者でも浜木の香りを忌避する人もいる。浜木の灰は紙巻きの灰に比べて匂いが強く、灰を潰すとさらにその匂いが拡散する。他方で刺激臭が少なく、方向をそもそも特徴とする浜木の匂いを忌避しない、または良い匂いであるとさえ感じる非喫煙者も少なくないが、それでも浜木は紙巻タバコに比べ煙量が圧倒的に差はという点において、 一層のマナーが求められることに注意すべきである。ヒュミドールはプレミアムシガーの保管に使用される内部を常にある一定の湿度に保つ装置である。ヒュミドールは水を蓄える加湿器と湿度計を備えた箱であり、木製品またはプラスチック製でプレミアムシガーを相対湿度68%から72%で保管する。乾燥するとラッパーに 割れが生じやすくなり、湿分が多すぎれば、カビが発生しやすくなる。また、本来16摂氏18度が、理想的な保存環境であるが、この温度がとりわけ摂氏25度以上もの高温になると、タバコ虫、シガービートルと呼ばれる害中、タバコシバン虫が発生することがある。出荷前に急速冷凍することで虫に産み付けられた。 卵を投資させるのが一般的な予防策だが、無農薬、有機栽培による自然農法で生産されていることを売りの一つにしている、キューバ産ハマキでは特に胃を用し、キューバ産とその他のハマキを別のヒュミドールに収納する愛好家もいる。収穫時に産み付けられたタバコ虫の卵、またはその幼虫は温度が高くなると孵化して発生した幼虫がタバコを食い荒らす。 葉巻に小さな穴が開いているのを発見したら、その虫食いの葉巻は、ヒュミドールから取り除いて、残りの葉巻は、ヒュミドールから一旦出し内部をよく清掃する。食われたものが剣に有害という報告は、特になく、吸っても問題ない。虫が引き続き住み着いている、可能性があるので、吸うなら一番先に吸うこと。一般的なシガーボックスや木製、ヒュミドールは、 タバコムシに対する防虫作用のあるスペイン杉が用いられているが、タバコムシがあくまで葉巻の内部から発生するものである。以上、防虫作用はほとんど期待できない。専門店では、大量に保管ができない部が見えるガラス張りの加湿機付きショーケースが用いられている。一部の大型店やシガーバーはしばしば部屋ごと加湿されたウォークインヒュミドールと呼ばれる設備を備えている。 なお表面を包むラッパーは、は巻を一本の筒、ストローを想像してもらいたいとして、吸い口を吸うと点下部から、は巻内を通って吸い口から煙を吸引することを可能としているが、このラッパーが傷つき穴が開くと、そこから空気が入り込んでしまい、いくら吸っても、点下部から煙が吸い込めなくなってしまう。特にバインダーを省略した。加えて、ラッパーも簡素である安価なドライシガーでは、 このラッパーが著しく脆い製品もあるほか、プレミアムシュガーでも乾燥させてしまった上で外圧が加わると、ラッパーに亀裂が入って吸い込めなくなる。こうなると、葉巻としては機能しない。しかしながら、穴や亀裂、破れが致命的な程度でなければ、これらを修繕するための修復用の液状のり、食品の全基準を満たしており、 人体に無害であるが販売されており、これを使用することで修復することが可能である。ハマキの形状は、水口から先端まで同じ太さのパレジョ、パレホと、均一ではないフィグユド、フィグラド、フィギュラド2などがある。現在の主流はパレジョである。ハマキは水口、最上部をヘッド、着火点、最下部をフットと呼称する。パレジョは、 直線を主体とした形状であり、変化なくなだらかな形をしている。喫煙の際のカットも、V カット、パンチカット、フラットカット等があり、それぞれに喫煙時の味が変化する。長さと太さのサイズは、規格、ビートラ、ビトラにより決まっており、それぞれに名称がついている。一般的に長く太いものが高級とされる。各サイズにはさらにグラン、グランド、ダブル、ダブル、ジャイアント、 ジャイアンツ、スモール、スモール、ショート、ショート、スリム、スリム、プチ、プチ等の形容詞を付けた異形サイズが存在する。ハマキのオリジナルを生んだ国であり、最大のハマキ生産国キューバで作れるシガーは、フィラー、バインダー、ラッパーのすべてを、ハバナ用で構成されていることから、ハバナさん、単に、ハバナとも呼ばれる。また、国有会社である、ハバナス社が、 すべてのキューバ産シガーの販売を担っていることから、ハバノスとも呼ばれる。現在、以下の主要ブランドを含めて30を超えるブランドが存在しており、各ブランドに熱狂的な愛好家が存在していることでも有名。とりわけ、ハバナシガーを最も消費するヨーロッパでは特に顕著だという。中でもコイバ、ロメオイフリエタ、モンテクリスト、パルタガス、オヨデ・モントレイは特に著名で、 ハバナ5大ブランドなどとも呼ばれる。他にも、H、アップマン、ホセールピエドラの2つを合わせて7大ブランドとも、さらに、パンチをも含めた8大ブランドなどと様々であるが、これは、ハバナシガーでのみしか味わえない、特有のキッズ感があるためで、それだけ愛好家が多いということでもある。他、全30ブランド以上ある。世界的に喫煙環境が厳しくなる中でも、 キューバ産のハマキの売り上げは伸びており、2017年には過去最高の約5億ドルを記録した。主な輸出先はスペイン、フランス、中華人民共和国などとなっている。1960年代から主に生産されるようになった。60年代、キューバ危機をきっかけにアメリカ合衆国ではキューバとの貿易を断ったため、アメリカ合衆国では ハバナシガーが売り出されなくなった。代わってアメリカ合衆国で主に消費されるようになったのがこのドミニカ産でダビドフに象徴されるように多くのブランドはキューバから亡命してきたハマキ職人たちにより立ち上げられた。生産と管理、販売に至るまで国有会社が担っているハバノスと違い多くのブランドが民間の会社によって生産、管理などが行われている。 アメリカ合衆国のみで販売するブランドも多くあり、ヨーロッパにも販売していないブランドが存在するなど、最も多くのブランドが存在する生産国でもある。1950年代末頃より、キューバ危機への緊張の高まりからニカラクアへ亡命したキューバの職人たちによって起こされ、60年代に入って販売が開始されるようになった。 公益断絶後の米国ではそれまでの幅の巣に変わって政府交換などの間ではこのニカラグアンシガーが取引されるようになり非常に高い評価を得るようになるその後遅れて1970年代には欧州でも愛好家の間で好評となりニカラグアンシガーの黄金期を迎えることとなった当時はキューバに次ぐ浜キ大国としての地位を得たが70年代末からの 内戦で生産が滞り、その地位はドミニカ産にとって変わられた。80年代末の内戦終結後、再び生産が開始されるが疲弊した状態での品質の低下は免れず、一時は評価を落とした。しかし2000年頃を境に、かつてのような評価を得られるほどまでの復興を果たした。幅のストはまた違うニカラグア産特有の旨味と香りが人気。 現在はこの人気の高まりから、ドミニカ産や、隣国のホンジュラス産でも、一部に、ニカラグア産の葉を使って生産するブランドや、メーカーもあるほどである。と、たた数、たた数、日本には明治維新後に、欧米から、葉巻が、本格的に輸入され始めたが、1873年、明治6年には早くも葉巻の国産化の動きが、始まり、 熊本県の実業家、野田大九郎が、阿蘇商社という社を立ち上げ、マニラからシガー職人を招聘して国産用を用いた、マギ作りを開始。1876年、明治9年には、万国博覧会に出展するほどの品質に到達するが、翌1877年、明治10年の西南戦争の戦火に巻き込まれて、マギ工場は消失、数年後に、 野田も制御したため事業再開を断念している。野田の取り組みから約10年後、明治のタバコをこと、岩谷松平の実定、岩谷右守る、岩谷上が、海外修行の後の1886年、明治19年に、東京で、日本で2番目の国産葉巻作りに取り組むが、右へいは、翌年に病死したためにこれも大きな広まりとは、ならなかった。その後しばらくは、 国内数社から散発的に葉巻が販売されるが、輸入品は愚か、野田や岩谷の手がけた葉巻にも及ばない水準のもの、仮であり、こうした状況に豪をに癒した、実業家で、葉巻愛好家でもあった、久米田み之助の手で、1900年、明治33年に、代々木商会が立ち上げられ、本格的な葉巻の工業生産が行われるようにな。よよ木商会は、 ペルフェクトスなどのプレミアムシガーを製造し、1904年、明治37年のタバコ専売法の施行後も、しばらくの間は、葉巻の製造技術を持たないオークラシ賞専売局の委託を受け、葉巻の製造を継続した。日本専売公社、現、JT、日本タバコ産業の国産葉巻は、技術、系譜ともに、タバコ事業から撤退する代々木商会から直接、 引き継がれたものであり、戦中も生産規模を縮小しながらも1945年の東京大空襲までは製造が続けられていた。戦後の1946年、昭和21年にドライシガーのアストリアで葉巻製造に復帰した後は、様々な銘柄を追加しながら2004年、平成16年3月まで国内自主生産を続け、 生産銘柄を絞り込み海外生産に切り替わった後も戦前からの歴史ある2銘柄が日本タバコアイメックス邪気の委託制扱いで2016年現在も存続している。太字は2004年以降はジャピの海外委託製造で存続した銘柄。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。